私は若い頃からね、たくさんの老害を見てきたんですよ。ある程度の年齢になるまで働くことは大事ですけども、一方でやっぱり年齢とともにいろんな能力落ちてくるっていうことも認めなきゃいけないんですよね。なんかそういう意味で言うと、政治とか大企業の経営者とか、テレビ業界とかがちょっとその老害のシンボルみたいな部分があると思うんですよ。だからちょっと竹中先生が積極的にスパッと引退されて、みんなに呼びかけると、一緒に引退しようみたいなことされたら、ますます竹中先生の人気が爆発してしまうんじゃないか。それはね、それは良くないと思うんですよ。それはだって個人によって全然事情が違うから、ね、それはそうです。実は大体日本でね、年齢による差別が露骨に行われてますよね。老害って自分で多分分からないんですよね、自分の能力が落ちてって、だから老害になっちゃって。だから私はある程度の年齢でやっぱりその組織のトップとかそういうのは私はやっぱりもうやめるべきだと個人的には思ってます。